日本九州地方宮崎県日向市在校時在、三津寺は宮崎県日向市中部の地域である。山下、長江団地、王冠、切れ島山一から二、松原、平、川地団地、山下町一丁目、王冠町、沖町、平町一から五丁目がある。市の中部にあり、北は、潮見川を境に、不幸地域、日地や、地域、新町地域に隣接する。 南は赤岩川を境に、平岩地域に、西は平山を境に、潮見に接している。東は日向灘に面した小倉が、浜が広がっており、また、日報海岸国定公園の一部に指定されている。南北に国道10号、日豊本線、宮崎県道226号ととろ向線、東九州自動車道が通る。地名の由来は、日。 アキラ商人が建てた在庫寺に基づいている。地内に、大ア在、三寺、在庫寺沖町、在庫寺大館町、平町一丁目から五丁目、山下町一丁目がある。1591年の、日向国後群分町には見えず、古くは、福岡村か、平岩村の一部だったと考えられる。また、天正年間に、日地屋村から分離したという説もある。江戸期は、 日向国薄木軍在、三寺村で、初めの岡半寮であった。1692年からは、山陰、坪谷村一期の影響で天領となり、西国筋軍大支配地となる。塩見川に架か,かる塩見橋は、日向国以南の諸大名により利用されていたが、1707年の大地震と津波により流され、約120年後に加境されるまで渡し船が、用いられた。 1868年、福岡県を経て、北県に所属し、1871年、日向国内の、北県管轄下と文庫国内の延岡藩領との交換により、延岡藩に属する。同年延岡県、三密県を経て、1873年、宮崎県、1876年鹿児島県、1883年からは、宮崎県に所属する。 1884年からは東薄木軍に属する。1889年福岡村の大技となり、1921年富島町、1951年から日向市の大技となる。1929年海軍航空隊の練習場として、福岡飛行場が桃の木原で着工され、1935年完成する。戦後、 外地からの引き上げ者などを入職させていたが、その後彼らに売り渡した。1951年、潜在復興都市計画事業により、在庫寺王館町と在庫寺沖町が起立する。1979年、区画整理により一部が山下町が起立する。1992年8月1日、平地区区画整理事業により、平地区の一部が、 平らから5丁目に変更される。1993年より在校時、南都築学生理事業が始まる。日向インターチェンジ在三寺駅日向高等学校在三寺、中学校3ドーム日向。ありがとうございます。